はいどうも、レオヘです。お願いします。はい、本日はベースマン大宮店に来ております。ラガーズが富士見野だったり大宮店舗でよく活動しているので、まあ、試合ごとあったりとかによく来るんですけれども、ベースマンさんといったらもうグローブの数ですよ。もう公式軟式ですごい数のグローブがあるので、今回はまずちょっと公式用の方をご紹介していけたらなと思います。それではやっていきます。僕がまずは入ってすぐなんですけど、すごい気になるのがこの辺の水の黒、スウェード生地、ヌバック生地っていうのが公式用であんまり見ないなと。水の黒でさすがだなという感じなのと、青が入ってる限定ラベルになります。重さ正直軽いのかなと思ったら、やっぱ水の黒しっかりしてるのかよくわかんないんですけど、普通ぐらいです。ただこっちの補給面の返すは異常にいいです。やっぱここにちゃんとスウェード系、ヌバック系でも水のプロって入ってるんですよ。どういう技術してんだっていう感じなので、すごい気になるグローブの、まあ、ピッチャー用なんで、ね、お手入れも少なめなので、こういうグローブがすごいいいなと思います。なんすかこれ、なんすかこのラベルは。マークシリコンで中に糸が入ってるんですよ、刺繍が。これがもうここ見た瞬間わかりますね。田中将大さんの投手のモデルですね。田中投手サイズでかくなってますよ。皆さん知ってたかもしれないですけど、僕ちょっと知らなかったんで、ここがしっかりしてる分なんですけど、形としては横閉じなんで、こうやったりでもこうやったりでもどっちでも土手が潰れないグローブとなっております。いやーいいな、本当にかっこいい。これまた別の田中投手モデルが、田中モデルと。でもちょっと高校生使えないので、まあ、草野球人マニアの方とかこういうの買ってみてもいいんじゃないかなと思います。まあ値段こんだけしますけど、本当あれ本当だ、値段はこんだけするんですけど、あでも持ってたらすごい、こんなんで回んなかったらすごいかっこいいと思うんで、ぜひぜひちょっとご検討されてみてはいかがでしょうか。ベースマンさんといったらこれですよ、スラッガーさんですよ。 AR3 っていう型番ですね。折り返しハーフになっているので、こういう型をしながら押し出せる、ウェブ下が柔らかくなりやすいっていう、グローブなので、どうにも変幻自在に使いやすいグローブなのかなと。湯もみもやっているので、購入した後大体1週間ちょいぐらいかな、店舗に預けてもらうと湯もみをしてもらえるので、まあスラッガーさんなんかは特に湯もみしないと逆に使えないグローブなんで、ぜひちょっと頼んでみてはと思います。駒沢アシックスとかウィルソンとか、これ多分あれですよね、大谷翔平選手のバックスタイルが特徴的な、ウェブも斜めの2ピース、他にもこういうピッチャー用があったりだとか、最近こういう色のグローブってあんまり見ないので、結構貴重なのかなと思います。100年以上の歴史、玉沢さんですよ。言うことなしレベル、カンタマかっこいい、ポケットも渋い、玉沢あって硬いっす。あとやっぱりその分しっかりしてるんで、まあ、高校生すごい長い期間使えるのかなといったグローブになります。はい、で他にもたくさんグローブあるんですけれども、まあ、ちょっとラッシュにさせていただいて、これですよ、 YGS ですよ。いやもう僕も持ってるんですけれども、公式を以前見たことがなかったんですよ。なのでちょっと今初めて、まさか取り扱いしてるなんて思ってもなかったので、すごいびっくりしてるのと同時に、山本さんの片付けのグローブもここで手に入るのかといった感じですね。ちょっと試させていただきます。あ、すげえすげえすげえ、これは嬉しい。丸いポケットがしっかりと最初からできていて、もうザ・内野手っていったような方ですね。確か山本さんってジテルレーザーだったかな、 YGS って。なんで顔質もすごい張りがあって素晴らしいグローブですよ。ワンピースですよ、今ほぼない、ラベル横見てください、グラデーションになってるんですよ。こんなのできるんだっていう、こういったところでもおしゃれができる
グローブです。まだまだ奥にも一段手前だけじゃないんですよ、奥まであったんですよ。まさかそんなにあるとはなるね。まあ、ネットでも売ってることは売ってるんですけれども、そんなに取り扱い店舗が多いわけでもないので、まあ、ベースマンさんに、来ていただければ購入できるので、まあ、プロ野球選手と同じ片付けと書いてあります。プロ野球選手も少々片付けを行っている山本さんのグローブっていうのが手に入る場所ではあるので、気になった方はぜひ、ベースマンさんお越しください。まあ、あとは SSK さん、Z さん、となっていて、その下は左ですね。左側のグローブがずらーっと並んでいる感じになります。流行りのトレンドカラーですね。ブロンド系のグローブがずらーっとこんなにあるのかっていうぐらい並んでいます。上が水野さん、ウィルソンさん、オールスタージャパンさん、ローリングスさん、 Z さん、アンダーマーさんかな。こんな大量の種類のブロム系が並んでいます。で、こっちが44ですね。何回か紹介したことがあるグロムです。公式な形状だのグロムです。ラベルもたくさんついています。はい、というわけで本日はベースマン大宮店で公式グローブのご紹介をさせていただきました。もうこんだけね、大量のグローブがあるので買いに来たら困らないんだろうなと思うので、グローブちょっとご購入検討されている方は、ぜひお越しください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではお願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に横から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんないんで、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。